はい、皆さんお疲れ様です。今日は2024年4月14日日曜日でございますが、暑いです。うちのそこの温度計がこれが壊れてなければ、ただいま29度を指しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、いや、ここ最近数年ね、もう春早くから暑いです。もう夏日ね、もうチンゲンサイの方もすっかりマルチは白に切り替わっておりますが、まあもう4月も半ばなんですけども、2024年度ということでね、新年度スタートということで、本年度の取り組みをね、ちょっとお話ししてみようかなと思います。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲンサイ。はい、ということでね、ほんま暑いわけでございますが、ね、ご覧のようにチンゲンサイももう早く収穫してくれと言わんばかり、どん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 次から次へとね大きくなっていくんで、もう収穫の方が大忙しでございますが、この広さをですね、これまあ約3アールありますが、で9000本弱ぐらいねありますけども、2日半で取り切ります。で次のハウス、次のハウス、次のハウスといって、ここを取った後はもうすぐ、次の定食準備ということでね、苗の方ももう控えておりますので、そんな感じでぐるんぐるん回っていくわけですが、ということで、まあ、今年の2024年度の取り組みはと言いますとですね、まあ、チンゲンサイはもちろんこのままでございます。でただうちの場合は夏のね豪雨で過去ここを3回水没しておりますので、その時の動画も過去動画にありますのでね、その時の悲惨な状況をね、もしお時間がある方は過去動画ね、3回夏の辺で3回ありますので、探ってみてもらえればと思いますが、もう、まあ、去年はたまたまなかったわけですけども、無事だったわけですけども、今年ももうその水害が来るであろうということを想定してですね、去年から本格的に、まあ正確には一昨年から夏のその水没しても大丈夫なようにトウモロコシを、まあこのハウス全部じゃないですけど2棟ほどね、トウモロコシを栽培したわけですが、今年はですね、ちょっと去年の夏その線虫、ネコブ線虫にやられまして、ほとんど全頭がもう線虫だらけでして、夏のチンゲンサイがもう大きくならんということなので、もう今年は思い切って土壌消毒することにしました。なので2頭ずつ土壌消毒を回していくので、トウモロコシは今年は露地での栽培ということになります。露地でやりながら、チンゲンサイは土壌消毒をやりつつこうぐるぐる回していくということですが、とはいうものの、本当に水害が来た場合、露地のトウモロコシだけではねとてもではないですが、夏の売り上げをカバーできないということで、今年はいろいろ取り組もうと思っております。そんな中でまずは漬物ね、加工食品、漬物はもうじきサンプル上がってきますので、その時また詳しくお話しできればと思いますが、大手漬物メーカーにですね、広島県の大手漬物メーカーに、生産をオーダーしまして、 OEM で、作ってもらって、まあ、それを販売していこうという取り組みが、まあ、まず一つですね。それと、まあ、先ほど露地でのトウモロコシというお話でしたけども、露地その他の野菜もやっていきますというよりももうやっております。なので、もうじき収穫になるのが玉ねぎとキャベツね、その辺が今控え、もう去年の冬に定食したのが控えておりますので、ちょっとまずはそちらをご覧ください。
が製品種のキャベツですね。春キャベツもうちょいかな、はい、まあこれは割とふわっとしたタイプのキャベツで、あんまりギュッと締まらないタイプだそうでございます。まあ、僕もちょっとねキャベツ初めて作るんで、この辺が和製とあっちは細い分の、細いというかまあ普通か、こっちが手前が和製な品種で向こうは普通のキャベツです。普通の春キャベツでございます。はい、こっちが和製じゃない方ですが、やっぱり全然中の結球のね大きさが全然違いますね。こっちはまあまだまだといった感じでしょうか。まあ蝶々もね飛んでるんで、青虫がつかんようにちょっとまあ防除も何回か入れておりますが、今のところ虫も見当たらんし、まあまあ順調っちゃ順調なんですかね。どんな感じなんでしょうか。そしてあっちが玉ねぎでございます。はい、こっちの玉ねぎ2列ですが、こっちが和製、こっちがそうじゃない方で、1000本ずつかな、これで2000本、合計2000本でございます。まあ、玉ねぎもね順調っちゃ順調なんでしょうかね。これ、まあ、特に病気らしい病気も出てる様子はございませんということで、今のところ初玉ねぎも順調じゃないでしょうか。やっぱこっち和製の方が成長早いですね。やっぱり和製なんで、こっちはねまだまだって感じですけども、はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。もうちょっとだと思うんですけどね、早生のキャベツの方で。まあ僕もキャベツも玉ねぎも、まあ初めてなんで、まあチンゲン菜以外ほとんどやったことがないということで、本格的にはですね、非常にワクワク楽しみでございますけども、で露地野菜はその後また他にもやっていく予定があります。でまあそんな感じでもろもろ複合的にですね、売り上げを伸ばしていこうという計画でございます。まあそれがまあその農業経営の方の今年の新年度の取り組みということ で、あとは YouTube の方としましては、まあちょっと前の動画から、まあ今までねあまり政治的なところには触れてきてなかったんですけども、まあ、ちょっと前の動画で、まあ、あの市長とねミートアップがあった関係で、その辺からなんとなく秋田方市の、ね、政治について、触れてみたりなんかして、まあ、おかげさまで新しい層の視聴者さんがねバーッと増えまして、6000人達成いたしました。ありがとうございます。で、この6000人達成記念ライブをやろうと思ってるんですけども、やっぱりその今までと全然違うカテゴリーからの新しい視聴者さんが増えたということで、ガーッと増えたんですけども、その
ちょっとまた農業の方に、動画をシフトするとガタガタガタとまた減っていくというね、まあ、数字が安定しないという感じで、なかなか、まあ、このチャンネル運営も難しいわけです。あんまりそのあちこちテーマが飛ばないようにとは方がいいのかなとも思いつつ、まあ僕の場合その農業系の YouTube といいましても、他の人のようにそのいろんな野菜の栽培方法をレクチャーするですとか、そういったことがございませんので、まあチンゲン菜がとにかくメインなのでね、まあそのチンゲン菜農家の僕と母ちゃんのね常日頃の日常をお届けしながら、まあそれにまつわるあらゆる活動を通して小さなハッピーとチンゲン菜の魅力を皆さんにお届けしようじゃないかというコンセプトでやっておりますので、まあ農業に限らずいろんなことにちょいちょいは触れていくとは思いますけども、まあそんな感じでね、ふわっと見ていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、まあ、YouTube に関してはそんな感じなんですが、近々皆さんもご存知かな、まあ秋田方氏関連の動画を見られとる方はご存知な方多いかと思いますけども、まあその分野で有名なチャンネルの方と、まあ、コラボなんかな、コラボというか、まあ、撮影にちょっと出演依頼が来まして、それに出させてもらう予定がございます。それとあとメディア関係で言えば、これももう対談は終わったんですが、某地元の会社の社長と対談がございまして、それがまあその企業の冊子というかチラシで対談の様子が掲載されるというのがあります。で、あとは今のところテレビラジオ決まってるものはございませんが、まあいろいろと何かといろんな分野でね、仕掛けていきたいと思います。まあで先ほどの6000人達成記念ということで、その記念ライブを、やろうと思っとるんですけども、まだねちょっとそういった関係でまあいろいろ忙しい関係もありまして、スケジュールがきっちりまだはっきりしないので、また正確に決まり次第ね早めに告知しますので、ね、皆さんね、ライブ配信の際にはお時間があればどうぞ覗いてみてやってください。ということで今日は2024年度の取り組みということでお届けしました。それでは皆さんまた明日、ハッピーチンゲン菜。今日は暑い。